こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は売店フィールということですが、ベースがそのままの形なのにドラムだけフィールだけ売店になるってやつがあるんですね。でこれ結構ベースの人ついてくることが多いんですけど、ベースがそのままいったままドラムだけがフィールを変えるっていう、これ一時期流行ったんですね。ブルートレーンっていう曲がジョン・コルトンの曲であるんですけど、それのアドリブの時に必ずフィリーがやってるということですね。全員のソロの途中で、売店フィールを使っています。これをやっていきたいと思います。まずはですね、シンバルの3連のフィールでやっているのと、ハイハットの落とす位置を変えることによって売店にするっていうのをドラムでやってみます。で演奏と合わせてみますね。でそれから、メロディーやベースがどっちに行こうと構わないというお話をちょっとしてからですね、3連フィルに戻すとき、ハイハットの位置をですね、これちょっとモダンドラマがやるんですが、そのハイハットをさらにちょっと後ろにすると3連のフィルに感じるんですね。その位置のお話と、まあ、音源と実際合わせてみて、でまあ音楽的には自由に聞きしていいというお話をしたいと思います。それでは始めていきましょう。まずはですね、トリプレットで1 2 3 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 1 2 3、これが左側のノリなんですが、1 2 3 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 1 なんかライドの位置は一緒なんだけど、ハイハットの位置がこう来ることによってちょっとこうフィール的にはこの16分音符寄りになるって感じですね。この感じがこう行ったり来たり、左手はこっちの足の売店のフィールについていったんですが、こういう風な演奏の仕方をします。では音源と合わせてみるをちょっとやってみたいと思います。はい、という感じに合わせてみました。今のはもう2小節ずつずっとやっていったんですけど、コーラス、今これサマータイムなんですけど、サマータイム一番最後のところでやると、そこのコーラスでやるとギターソロが今終わったんですけど、なんかやるともうワンコーラスか行こうかなって感じで操作できたりとか、まあテンションが上がっていくんで、そこでギターは倍のフィールにずっと行ったりします。でメロディアがベースがついてこようが、ベースがついてきて倍になったら自分は戻しても構わないし、あんまりごちゃごちゃするとつまんなくなっちゃうんですけど、どっかのタイミング、何かのこのコードのキーが変わるとことか、コーラスが変わるところでカキッカキッカキッって変えてって構わないので、これが面白いのが、アートブレーキ、下に貼ってリンク貼っておきますけど、アートブレーキが、やってるアンサンブルの時にですね、あれ多分ね、ハンク・モブレーとサックス・ハンク・モブレーで、トランペットがケニー・ダハムだったと思うんですけど、ケニー・ダハムがですね、ブレーキが倍転にすると半分で吹くんですよ。で、ブレーキが半分に戻すと倍で吹くみたいな。で、ハンク・モブレーは普通に倍にすると倍で吹いて、で、半分にするとハイムのフィールで吹いて、なんかぴったりなんですけど、なんかわざとやってるな、これみたいな。で、しかもね、その曲、コードの切り替わるとかペダルに行くポイントがいっぱいあるんで、その切り替わりのところであっちこっちでやってて非常に面白いんで、そんな感じで遊ぶこともできるので、このフィールの切り替えができると、そういう音楽の膨らませ方ができるというお話ですね。じゃあ3連フィールに戻すとき、売店に行きました。でも3連フィールに戻すのを急に戻しちゃうと、やっぱりこうハイハットの位置をですね、要は、
まあ、半分だと50でしょ？で、しかも溜まってるから55ぐらいとかにいると僕は思ってるんですね。そしたらそれをもうちょっと後ろの66のとこに持っていくと、3連符の3つ目に聞こえるんで、フィールが半分に聞こえるんですよ。だから、という感じでこう行ったり来たりを結構小刻みにすることができるんですね。これよく僕やるんですけど、これあのビルスチャートとかがよく使ってますね。ではこれを音源と合わせてやってみたいと思います。ワン、ツー、スリはい、といった具合に自由に行き来して、なんか結構こう遊べますよね。なのでこの3連のこう後ろにするフィールとかを覚えておくと、かなりこうベースの人とこう一体感が出てると、ベースがあんまり無理についてこない、ね、なんかすぐ売店に行ってすぐ3連に戻したりとかするとつまんないんで、ハイハットが今みたいな感じだと結構小節の途中でも戻してもすぐフィールは戻せるので、なんか急に上がったり急転にテンポが遅れたりする感じに聞こえるんで、これで相手のフレーズを揺らしていくっていう感じの、演奏方法の、まあ、相手の操作をするっていうことでございました。まあ、いきなり使っていいので構成を考えて効果的な場所に入れましょう。まあ、どこでも使えるんだけど効果を考えてやらないと、なんかやっぱりこうなんか散漫な演奏になってしまうので、ここからここまでをこういうふうにアプローチしてちょっとこうじらしてやろうかとか、ちょっとこう焦らせてやろうかみたいな感じで使うんですけど、到達点をちゃんとここでは戻せるなんかっていう感覚のリセット地点をちゃんとここにめがけて売店にしよう、ここにめがけてフィールにしよう、あ、途中でやっぱり切り替えるけどやっぱりここにめがけようっていう到達地点っていうのをちゃんと考えないとうまくいかないので、しっかり効果的な場所に入れて使っていきましょうということでございました。というわけで本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。